いらっしゃいませ、ギタープラネットの松田です。今日はですね、たった今入会いたしました、ギターを箱を開けていきたいと思います。じゃ早速ちなみに今回はレスポールじゃなくてじゃないです。先日の動画でもご紹介しましたけど、今年このタイプのケースが新しくなってますね。SG です。60年代風にロゴのないブラックになってますね。開けていきます。せーの、ドン。おお、来ました。いい色ですね。ご覧いただきました通りレフティの SG スタンダードですね。今年のカスタムショップの製品は1961とあと1964というのに分かれていて、こちらは64です。マエストロバイブローラで、サドルがナイロンになっているのが主な特徴ですかね。ネックシェイプもいわゆるこうスリムな薄っちいネックではなくてですね、ある程度適度な厚みを持ってタイプになってます。まあ、なんかある時突然プライスリストってそのカタログみたいなのに載ったらしくて、グロス仕上げなんですよね。ご覧いただくとピカピカの仕上げになっているのが特徴です。色もちょっと濃いめですね。よいしょ。レフティーです。軽いですね。後ろこんな感じです。ワンピースのマホガニーにワンピースのネック、2コブのクロスフェルスですね。はい、 SG とかやっぱりレフティーとかも少なくてですね、先日も実はうちだけで、特注で1本作ったんですけど、そちらもすぐご制約になりましたので、ぜひお探しの方はチェックしてもらえればと思います。2本目開けてみたいと思います。先に言っちゃいますけど、これも SG です。でも右利きです。よし、全然関係ないですけど、日本の左利き人口って大体 10% ぐらいらしいんですけど、エレキギターを左で弾く人って、まあ右利きで左利きで弾く人いないと思うんですけど、左利きで右に弾く人はいるんで、結構左利きの人口って多分少ないですよね。でもやっぱり人気があるものは人気があるっていうのは面白いなとこの間ふと思ったんですけど、よいしょよいしょ、同じですね、同じブラックのケースになります。よいしょ。では開けます。はいはい、来ました。ホワイトですね。ポラリスホワイトの、これ61ですかね。 61SG スタンダードになってます。こちらは、最近ですね、マエストロばっかりだったんですけど、ストップテールピースの仕様になってます。まあ、60年代の伝統的な仕様じゃないですけど、やっぱりこのスタイルはすごく人気があって、レギュラーラインでもホワイトとかやってほしいって言ってるんですけど、やっぱりなかなか白の塗装って大変なんで、なかなかですね実現しないというのがあります。なので今回はカスタムショップでもう最高級の仕様でオーダーをしています。よいしょ。うわ、マエストロ持ったとだからすげえかね。バックも真っ白ですね。こちらですね、先ほどのはこう、オーセンティック64ミディアム C シェイプみたいなちょっと厚めのシェイプだったんですけど、こっちはスリムテーパーですね。かなり薄めのネックになってます。興味ある方はぜひホームページの方からチェックしてもらえればと思います。